ハドソン側の奇跡は2016年制作のアメリカ合衆国の映画。2009年に起こり奇跡的な生還劇として知られる US Airways 1549便富士着水事故。通称ハドソン側の奇跡とその後の知られざる真実を映画化。クリーント・イーストウッド監督、制作、トム・ハンクス主演。現代のサリーとは US スエアウェイズ1549便の機長チェスリー、サレンバーガーのニックネーム。2009年1月15日、ラガーディア空港発シャーロット空港行きの、US スエアウェイズ1549便は離陸直後、巡航高度に向かう途中に、鳥の群れに接触し、鳥がエンジンに吸い込まれ、両エンジンが機能停止してしまう。1549便の機長チェスリーサレンバーガーと、 副操縦士のジェフ・スカイルズは、水力を失った機体を、出発地、ラガーディア空港に引き返そうと心を見るが、高度が低すぎたため絶望的であり、他の空港にも着陸は、不可能と考えたサリーは、やむを得ず、眼下に流れるハドソン側に機体を着水させることを、決断。サリーの巧みな操縦により着水の衝撃で機体が、分解することもなく、 またクルーの迅速な避難誘導や救助が早かったことなどもあり、大型旅客機の不時着水という大事故ながら、一人の死者も出さなかった。このニュースは全米にとどまらず世界中で、ハドソン側の奇跡と呼ばれ、サリーは一躍ヒーローとなる。しかし後日、NTSB の事故調査委員会の調査により、シミュレートを行った結果、1549便は、 ラガーディアにも他の空港にも着陸が可能だったという報告を突きつけられた。サリーとスカイルズはあり得ないと否定するが、一転、二人は疑惑の人物となってしまう。議論の場は公聴会で行われることとなり、サリーはある要求を同僚に頼む。果たしてサリーの行動は正しかったのか、それとも乗客の命を危険にさらす行為だったのかが明かされてゆく。 イーストウッドは本作の撮影のため本物のエアバスの機体を購入、さらに救助ボートも実際の救助に使用されたものを使い、オペレーターも同じスタッフを動員、救助隊やボランティア、警察官、ニュースキャスターやパイロットなど救出に携わった当時の関係者を本人役で多数出演させ、事故を徹底的にリアルに再現した。イーストウッド作品では 初の iMAX カメラを使用して撮影されていて、ほぼ全編がアリー・アレクサ65で撮影された。ブラジルではラミア航空2933便墜落事故の発生を受けて2016年12月1日の公開予定が延期された。ありがとうございます。